ちゃいいっすね。あ、ビール生飲めるんすか。めっちゃいい。ワンちゃんいる。カードで払ってもいいですか。奥でもらえるから。先に俺出してくれ。あ、じゃあすいません。札しかねえや。シェシェ。ありがとうございます。シェシェ。小菜小菜、お疲れ様です。綺麗だな。さっきのタイムビール全然うまい。やっぱあそこは日本酒飲むべきですね。まあね、それかプレモルだよね、高いけど。めっちゃ美味しいです。台湾ビールの会社の。コンビニみたいな感じのところがあって、そこのところで60元で1杯買えるんで、ビアガール、ビアガール、ライカお兄さんと一緒に。可愛い名前でありますおじさんって呼ばれてたギリで悩みましたライカお兄さん、大丈夫だよ。お兄さんで行く。今日はあれですか、M6 に何入れてるんですか。フィルム、装填されてるフィルム、ウィルフォード HP5、白黒、モノクロ。 HP5 ってちなみにいくらぐらいですか。190、210。でも試してみたいな。 ISO ちょっといじれる。400だけど600、800とかでも楽しめるっていうのがちょっとなんか売りみたいで、 M6 のフィルムを入れ替える瞬間、かっこいいな。ライカ M6、僕の夢のカメラです。いやー、いつ買えるかな。かっこいいな。結構簡単な感じするんですけど、結構難しいですよね、これ慣れるまで。できたと思ってできてなかったっていうオチが何回かありますか。うん、2回。それって撮った後にできてないみたいな。35とか超えてんのに軽くて、あれまだ撮れるな、ここ見ると回ってねえじゃんはい終了っていう、この数日の全てがなかったことになったみたいな。かっこいい。ライカー、ライカーだ。上演全場じゃん。ライカじゃない？イアン・ライカ。去年、今年購入ですか。今年3月ですっけ。4月ぐらいかな。4月ぐらい。ライカ M6 50mm F2、 シルバーのかっこいい。そういうなんかレンズじゃないのもあれを出しちゃうのみたいな感じの見た目で見られたわけじゃん、やっぱり。俺の一人の生徒もライカも9持ってたし、もう一人の人もうこれは取れる状態ですか。取れる取れる、セッティングすればそのまま。ただ多分取ってその左側にほらラインが入る感じ。何もかも違いますね、ほんと。これはシャッタースピードを変えるダイヤル125ぐらいでいいんですか今は。まあ125から60、ちょっと暗いから60ぐらいかな。60かな、暗い時は60で、ここの回すところが、これがピントリングですか。そうね、ピントフォーカスリングで、これが F 値。そうそうそう。 F は今8。まああっちのおばあちゃんたちを撮るんだったら、まあそれぐらい撮れるけど、こっちの奥だと暗いからもうちょっと絞らないと。11、逆 5.6、2ぐらいいかないと多分あのちょっと暗いからね、あっちは。今ここを撮るなら 2.84。 どこを撮る？ここだったらこの距離、距離というか暗さ、この距離は近くて撮れない。あ、でも微妙に暗いよな。向こうは明るいじゃん、外が入ってるから、はい、だから結構いい感じで撮れるけど、僕撮りたいのあっちです、赤です。あっちはちょっとね暗いと思うよ。 2.8 ぐらいじゃないかな。1枚撮ります。いつか OK。 そしたら赤を押してもらったら動画です。撮ってます。撮っていいんですかこれ。どうぞ。20像を合わせるんですよね。はい。どこが20像なんですか。あ、分かった。あ、こっち取っていいですか。俺？ちょっと待ってください。はい。分かんない。20像が分かんない。あったかな、待ってくださいね。いや、わかんない。全然わかんない。どうやったらわかりますか、これ。どっかの端を見る。端？真ん中見ない方がいいですか。肩の端とかね、こういう。いや、わかんねえ、待って。メガネの方が合うかなと思って。ちょっと待ってください。チーキちょっと疲れた。肩が疲れた。ピク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 。え、もう外してもすいませんよ。あ、いいです、いいです、大丈夫です、大丈夫です。難しい。快感、快感。ああ、いいっすね。基本的には、はい、こっちは近いわけじゃん。こちら70なわけ、はい、最短70だからこのレンズは。でこう行くにつれてだから、これ古いからメートルがない、フィートしかないから、そこは難しい。アジアの俺らのはきつい。 それはね、しょうがない。